どうも、ショフィンジータヒューです。今日はショフィンジータヒューの食べる動画、イエーイ、バフバフ、どんどんバチンシンシン。さあ、というわけで、セルフ編集してるね、どんどんバチンカカカチン。さあ、というわけで、結構そういう YouTube 見てるんだ、ね、ありますね、うん。今回食べるのはこちらです。ドシン。ドシンです。こちら、夜の梅。夜の梅でございます。はい、ちょっとね、あの出演者の方から差し入れていただきまして、おめでとうですね。早速中見てみましょうね。おガサツだな。さあ、ということで、これ夜の梅、これ小倉羊羹ですね。これうん、羊羹、羊羹ですね。羊羹は食べますか？羊羹はいつも食べるよ。どうもありがとう。食べないですね、多分。あ、すごい、ちょっと銀でちょっと高級感あるじゃないですか、こちら。はい、ね、こちらから、こちらから開けてくださいって言われて、こちらからちゃんと開けるよって人、僕はね、逆らっていくんですよね。絶対違うとか、あ、切れ目入っちゃいましたね。ここからいきますね。はい、お、あ、すごい、これ真っ黒、真っ黒だ。これ黒いですね、羊羹っていうの。なんて言えばいいの、羊羹出てきた時。うわ、ほら見てください、あの光沢といい、ツヤツヤですよ、こちらの羊羹。光沢と、え、光沢と、いや、毛沢東みたいに言わんでね。いや、アップすな。たとえツッコミの後アップすな。はい、わかりました。光沢感がすごいですね。さあ、それではこの真っ黒い羊羹いってみたいと思います。ね、羊羹ってね、結構硬さもありますんで、食らいます。うん、歯がちょうどいいって言ってる。硬さといい、食感といい、味といい。うん、これもう完全に羊羹ど真ん中って感じですね。うん。羊大館。羊大館。誰が羊大館や。羊大館じゃ、日本ハムから巨人に行ったのかい。はい。行ったのかい、行ったんだよ。というわけで、こちらの羊羹ですね。味はどうなの？あ、味はですね。これやっぱり、なんていうんですか、小豆の風味というか、コクというのは、口の中全体に広がって、はい、満足感が半端ないですね。はい、美味しいご飯を食べて、温泉に入って、旅館のお布団で寝るよりも満足感を超えてくるんじゃないかというぐらいの、はい、味になっております。歯がちょうどいいって言ってる。これ今後、これ今後の食リポに使えないから。いや、絶対言わないでください。というわけで、夜の梅、虎の羊羹でしたね。うん、はい、ありがとうございます。はい、カロリーは148キロカロリーでございます。はい。